はい、皆さんこんにちは。ジャパンUNIXの中野です。ハンダ付けやってみたシリーズ、今回のテーマはホール IC のハンダ付けです。本日のゲストはエンジニアの谷中さんです。よろしくお願いします。ホール IC とはどのようなところで使われている部品なんでしょうか？はい、ホール IC は位置や回転を検知するセンサーで、自動車部品で言えばペダルの位置やステアリングの回転角度検知などで使用されております。運転支援技術が普及する今、とても大事な部品ですね。そうですね。では早速小手先のハンダ付け動画がありますので、そちらをご覧ください。どうぞどうぞ。はい、こちらが実際にハンダ付けした製品です。狭いピッチですが、ブリッジすることなくハンダ付けできてますね。ホール IC のハンダ付けする際の注意点や特徴を教えてください。はい、まず挿入タイプのホール IC の一番の特徴は、基板のパッド感が 0.2 ミリととても狭くブリッジしやすくなっております。そのため小手先だけではなく、ハンダの供給精度がとても重要となっております。それらの位置の再現性や小手先の状態メンテナンスが大事ですね。あとホール IC ではハンダ付けの装置側だけではなく、部品側の位置精度がとても重要となります。正確な高さや位置が出ていないと製品として不良品となってしまいます。でも精密なジグの検討とか、あとはロボットアームを使用する場合は、正確な部品の保持、そういったものが必要になりそうですね。そうですね。それでは次にレーザーのハンダ付けを見ていただきましょう。どうぞ。はい、こちらがレーザーでハンダ付けした製品になります。こちらもブリッジすることなく綺麗にハンダ付けできてますね。レーザーのハンダ付けについても注意点や特徴を教えてください。はい、レーザーハンダ付けの特徴としましては、加熱したいところだけを加熱できるので、隣のパッドにハンダがブリッジしにくいという点になります。狭いピッチや小さいパターンのハンダ付けにとても有利です。位置や加熱の再現性が高いということですね。ですが端子を加熱しすぎると、細い端子ですので部品まで熱が伝わりダメージを与える可能性があります。レーザーの場合、温度のコントロールというのがとっても大事ってことですね。そうですね。谷中さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。